3V ボ,ボマーは1950年代から1960年代にかけてイギリス空軍の戦略核爆撃機部隊で使用された3種の爆撃機、ビッカース射精バリアント AV ロー射精、バルカン、ハンドレー、ページ射精、ビクターのことである。すべて名前が V で始まることからこの名がある。3トボマーのようにいくつかの航空機のグループがその正式名や 技術的な特徴、その時代の雰囲気などから、親しまれるあだ名をつけられることがある。例としては、アメリカ戦闘機の、センチュリーシリーズや、ティーンシリーズなどが挙げられる。イギリス空軍爆撃機軍団は、レシプロ4発の重爆撃機の大変態による、空襲という戦術を、第二次世界大戦を通して用いたが、大戦終結直後もこの方針を維持していた。そして、 AV ロー車の製造した第二次世界大戦の主力機、ランカスターの発展型であるリンカーンをその標準爆撃機として採用した。ジェット機の発展と核兵器の登場によってこの方針はすぐに時代遅れとなった。次世代の爆撃機は目標に核攻撃を加えるために高高度、防御武装なしで高速度で飛ぶことができる。 ジェット爆撃機になると考えられた。その当時でも、その種の航空機は結局は誘導ミサイルに勝てないと予測する人々がいた。しかし、そのようなミサイルの開発は困難であることもわかっており、航空高速爆撃機は、より有力な何かが求められるようになるまでの、相当期間、運用できそうであった。核兵器によって、一機の爆撃機による攻撃でも都市 または、軍事施設を完全に破壊することが可能となったからには、爆撃機の大変体は、もはや不要であった。また、第一世代の核兵器は大きくて重く、それを搭載する爆撃機は、大型機である必要があった。そのような巨大で、先進的な爆撃機は、一機あたりの単価は高価となり、生産数は、非常に少なくなるはずだった。冷戦の開始は、 イギリスの軍事計画の立案者に、軍隊の近代化の必要を強く認識させた。さらにまた、アメリカとのイギリスの軍相互の不確かな関係は、特に冷戦初期、アメリカの孤立主義がつかの間蘇ったかと思われた時期に、イギリスに、自身の戦略的核戦力保有を決定させるに、至った。1946年後半に、 そのような先進的ジェット爆撃機のいろいろな使用を考慮した後、1947年1月に空軍省はまだアメリカもソ連も持っていないような先進ジェット爆撃機の要求使用を提示した。要求は以前の COB35-46 のガイドラインに従っており、世界のどの基地からでも1500回りの距離にある目標に1万ポンド。 爆弾一発を運ぶことができる中距離陸上爆撃機を求めていた。イギリス空軍がその時点で保有していたジェット爆撃機は6000ポンドの搭載量と、やっとソビエト連邦との国境までの航続力しかないイングリッシュエレクトリック社製のキャンベラだけであった。使用はまた全備重量が10万ポンドを超えないことも求めていたが、これは実行にあたって、 情報修正された。この爆撃機は500ノットの巡航速度と5万フィートの実用上証言度を持つとされていた。要求はイギリスの主要な航空機メーカーのほとんどに対して行われた。アブロとハンドレーページはこの爆撃機コンテストに対して非常に斬新な計画で答えた。空軍スタッフは保険の意味も含めて両者と契約を行うことに決定したが、 ビッカース・アームストロング社の案はあまりに保守的であるとして拒否された。ビッカースは空軍省に働きかけてその関心を煽り、バリアントが競争相手よりはるかに早く実用化でき、より先進的な爆撃機が利用できるまでのつなぎとして有効であるということを納得させ、なんとか売り込むことに成功した。空軍省は同時に、それらのいずれも成功しなかった場合のために、 縮小した仕様に基づくショート車の提案も受け入れた。初飛行はバリアントが1951年、バルカンとビクターが1952年である。バリアントは1955年、バルカンは1956年、ビクターは1957年に収益した。最初の飛行隊はバリアントが、ゲイドン基地の第138飛行隊、バルカンは、 ワビントン基地の第83飛行隊だった。バリアントは最初に収益したため装備した核兵器はプロジェクト E によってアメリカから供与されたものだったが、ビクターとバルカンは新たにイギリスで作られた核爆弾ブルーダニューブ及びイエローサンマーク2で武装していた。イギリスの核兵器の持つ技術的な問題点にもかかわらず、 三 V ボマーは有効な核戦力を構成し得た。1961年にイギリス空軍が政府に提出した白書はアメリカ空軍戦略航空軍団の爆撃機が目標に到達する前にイギリスの核戦力がモスクワやキエフなどのソビエトの主要都市を破壊することができると主張した。冷戦の初期、NATO は ヨーロッパ・ロシアの重要な都市への攻撃能力をイギリス空軍に依存していた。イギリス空軍はアメリカの爆撃機が目標に達する前に 3V ボマーの部隊が800万人のソビエト市民を殺害し、さらに800万人を負傷させられると結論付けた。3V ボマーの部隊配備は1964年6月がピークでバリアント50機、バルカン70機、 ビクター39機を数えた。サンブイボマーはいずれも少なくとも1回の実戦に参加している。バリアントは1956年のスウェズドーランに、ビクターは1962年から1966年にかけてのインドネシア・マレーシア紛争に、そしてバルカンは戦略核戦力としての役割を海軍に譲ってからずっと後のフォークランド紛争に参加した。 バリアントは唯一、イギリスの核実験の一部として核の投下を行った。有力な地対空ミサイルの出現は爆撃機による核抑止力をより一層陳腐化することとなった。爆撃機搭載型核ミサイルとして、ブルースチール巡航ミサイルは一時配備されたが、能力不足で運用には難点があった。 ブルース・トリーク中距離弾道ミサイル開発計画の失敗とアメリカのスカイボルト空中発射弾道ミサイル及びブルース・チールマークにミサイルの開発キャンセルさらにはナッソー協定においてポラリス SLBM の提供をアメリカが約束したことにより核抑止の役割は空軍から海軍へ移管されることとなった 1960年代にイギリス戦略核戦力の主力はポラリス SLBM を搭載したレゾリューション級原子力潜水艦にとって変わられた。バリアントは最初に核爆撃の任務から外された。その後は空中給吸撃及び低空攻撃と写真偵察の任務が与えられたが低空進行に伴う機体の疲労の問題から1965年までに 完全に引退した。バリアントの後継にはビクターが当てられた。最後まで爆撃機としての任務にあったのはバルカンで低空侵攻による戦術核攻撃任務に当てられたほか、1982年のフォークランド紛争ではビクターによるバケツリレー方式の空中給油の支援のもと当時世界最長の爆撃作戦となった。 ブラックバック作戦に参加し、通常爆弾による爆撃や対レーダーミサイルによるレーダー施設破壊任務を行った。その後、バルカンは1984年に退役し、最後まで残ったビクターも湾岸ンン戦争に参加した後1993年に退役したことで 3V ボマーはイギリス空軍から姿を消した。すべての3ボルトボマーは設計された。 本来の役割の他に空中給油機としても用いられた。バリアントはイギリス空軍が装備した最初の大型給油機だった。バリアントの消耗に伴い、ビクター B1 が空中給油任務を引き継いだ。ビクター B1 が爆撃機任務から引退すると多数の B2 が給油機に改造された。最終的にはロッキード社開発のトライスター給油機の収益の 遅れによって、バルカン B にも6機が、急行機となり、1982年から1984年まで、任務に就いた。F-14 から F-15、F-16、F、A-18 に至る、10番台の戦闘機のこと。ロイヤルエアーフォース、A ショートヒストリー、チャプター5。 フォーカスオンヨーロッパ、h t t p w w w r a f m o d u k r a f c m s m e d i a f i l e s f 2 1 8 1 d c e 9 0 2 d 3 c e 4 8 8 7 2 0 f e 8 4 8 8 4 3 4 d p d f ピーチ・ジョン・ディ・ローリングス・ウェトールザ・ルスルスヒストリー・オブ・ザ・ロイヤル・エアー・フォーステンプル・プレス・エアロ・スペーズ1984ピー189から190ロイヤル・エアー・フォースロイヤル・エアー・フォース・ヒストリー1950から1959 h t t p w w w r a f m o d u k スラッシュヒストリー オールド、ライン1 9 5 0から59、HTML ハットグループキャップド、クリストファー・フィン、RAF、LT コル・ポール・ディ・ベルク、USAF、アングロ、アメリカン・ストラテジック・エア・パワー・ CO、オペレーション・イン・ザ・コールド・オー・アンド・ビヨンド。エアー・ースペース・パワー・ジャーナル。 http://www.airpower.maxwell.af.mil/.airchronicles/.apj/.apj04/.win04/.fin.html-hat-hand-free-win, nuclear deterrent f ハムッソロンドン ,1994, p275, cas メモランダム 1 5 1958ハットポールスタントン、ビレッジオブスターズ、マイケル・ヨゼフ、ロンドン、1960クリス・ゴーア、ザ・ゴジュー・グレイテスト・ムービーズ・ネバーメイド、ピコグラム、36ありがとうございます。